え、こんにちは、こんばんは、マサントです。え、ミクとフ触れてですね、はい、え、感謝いたします。え、えっと、はい、え、今日は、え、え、の日で、え、ーカット、の演習でお送りしてます。え、ちょっと、え、仕事の時は、え、 ゆっくり、えー、仕事前は時間がな,ないですけど、今日は、えー、昨日もだいぶ、まあ、疲れて途中で休みましたけど、えー、朝8時ですね、のんびりしていますけど、えーえー、今日はちょっとおどんよりしていますね、秋分の日ですね、なかなか袋が回りませんけど、秋分週、春分は春ですね、春分と秋分ですね、なかなか発音。 ミクトバンフレテでは、英語バージョンもしてますけど、コメントでひどい英語ということで感謝いたします。この英語でも、なかなかそのまあ見てもらうことに手腕を置いてますけど、英語の発音なかなか難しいですね。今日は英語で言うと。 あ土曜日です、ね、サタデーサンデーサンデーですねサタデーですねサタデー昔、えー、サ,サタデーないとサタデーサンデーじゃなくてそれで思いますけど、えー、サ,サ,サンデーですね前置、えーまあ、きが長くなりましたが春分の日、えー、今日は、えー、この聖書の、えー、ヨハネの目視録ですね、えー、今日も6章になりますね、えーまあ、聖書一日一章でヨハネの目視録なかなか。 <laughs> えー、ヨハこのヨハネがあ、まあえー、パトモス島で流された時の一番最後まで長生きしてますね弟子のうちで、えー、人休せずに、えー、このヨハネの黙示録ですねの今日は6章ですね、えー、特に、えー、お,お読みしていきたいと思います、えーえー、この、まあ、ヨハネの黙示録1章にはこう これは、えー、一章の一節にはイエス・キリストの目視、えー、これは、えー、すぐに起こるはずのことを、うん、そのしもべたちに示すため神がキリストにお相たになったものであるそしてキリストはその見使いを使わしてこれをしもべ、えー、ヨハネにお付けになったということです、えー、一の一節にでは今日の箇所ヨハネの目視録6章をお読みいたします えまた私は見た子羊が7つの封印の1つを解いた時4つの着物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた私はあ見た身を白い馬であった、えー、それに乗っているものは弓を持っていた彼は冠を与えられ最初の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。 子、えー、羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の着物が着なさいというのを聞いた。すると、別の火のように赤い馬が出てきた。えー、これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。子、えー、羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の着物が着なさいというのを聞いた。 私は見た身を、えー、黒い馬であった。えー、これに乗っているものはあはかりを手に持っていた。するとお私は一つの声のようなものが、四つの生き,生き物の間でこういうのを聞いた。えー、小麦一、えー、マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に貝を与えてはいけない。子、えー、羊が第四の雰囲気を、えー、解いたとき、 私は第四の着物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、えー、身を青ざめた馬であった。これ乗っている者の名は死といい、その後には派ですが突きしたかった。えー、彼らに、えー、地上の四分の一を,を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。子、えー、羊が、ね、第五の封印を解いたとき、 私は神の言葉と自分たちが立てた証とのためにえる殺された人々の、えー、魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった聖なる真実なしを、妻、えー、でも裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの地の復讐をなされないのですか。えー、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあ,あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで。 あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された私は見た子羊が6第6の雰囲を解いた時大きな地震が起こったそして太陽は毛の荒布のように黒くなり月の前面が地のようになったそして天の星が地上に落ちたそれは一軸が大風に揺られて 青い実を振り落とすようであった。天はあ巻物があ巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移され、地上の王、王皇下、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と獣人がホラーなと山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこういった。私の上に倒れかかって、溝にある方の御顔と小羊に光り、 とから私たちをかくまってくれ。えー、未の日、えー、大いなる日,日が来るのだ。誰がそれに耐えられよう。えー、この、えー、御言葉を感謝いたします。 御、えーえーえー、言葉を、えー、解説またあするものでありませんので御言葉を聞いてどう,どうするかをあ、まあ、訓練チャレンジとしていますこの聖書は、えー、創世紀の一書の一節、えー、の天神が天と地を創造されたそして、えー、そのヨハネの目視録最後ですね、えー、私はまた来るという約束された方が来るということで、えー、そういう。 ことが書かれています。感謝いたします。えー、この私の救い主、主イエス・キリストが来られました。クリスマスに、えー、約2000年前にイエス・キリストが、えー、私の罪のため、全人類の罪のために、えー、来られました。感謝いたします。えー、この、えー、イエス様が十字架で尊い血を流されたこと、そして、えーえー ホームライ3日目に産みられたこと、そして、えー、ケパはじめ500人の方々に40人現れたこと、そして天に昇る時にまた来ると約束されて、またその時に助けに精霊をお与えなると言われて精霊がご人説に下られました。このイエス様を信じる際はこの福音、恵みですね、小さいの神様、こんなるイエス様、精霊なる神様、この三民一体感謝いたします。今日は、まあ、あえて注目する箇所は、えー、この えー、最後の説をまあ、えー、見ていきたいと思います、えーまあ、訓練としてます岩、えー、ネの目視録の6章の「見返りの大いなる日が来たのだ誰がそれに耐えられよ」えー。この 注目しましまたイエス様信じる魂が起こされますように、えー、願っています「冴、え、は、ー、恵み永遠の命に預かるもの永遠の自覚じゃなくて永遠の命に預かるもの ととなって欲しいと思い思ますこのマサートのこのミクトマンフレイテでまた聖書また最寄りの聖書的な教会に足を運んでいただきイエス様を信じる幸い恵みに扱ってほしいと願うものですマサートですマサートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願い,いたします次回のミクトマンフレイテでお会いいたしましょうマサートでしたシアガネスパサンプルジューシャロムシャロムシャロム